本文ね、はい、やってみましょう。なんだこのストーリー。そうそうそう、すごいですね、ぶっ飛んでますね。このスティール形容詞のスティールスイーツがまだじゃないぞ、じっとしてるです。役立ちますねこれ、英語の勉強に。それでどう書いたんですか。試験が7法ですね、はい、あの民法、刑法みたいな、はいはいはい、その7個から200問出てくる、はい、こんな問題、今のは憲法なんですけど、はいはい、それが200問あって、すごい時差があるので、日本で受けると、24時スタート、朝8時終わりみたいな、へえ、試験を延々とオンラインでね、あの我々受けましてっていうのが、今の択一ですね。大変。カリフォルニアだと2000点満点で1390必要ですね、うん、これはまあ一応全米で一番難しいって言われてるんで。あ、そうなんですね。カリフォルニアっていろんなものが全米で一番難しいらしいんです。へえ。美容師試験とか、はいはいはい、人気でみんな来るんで、はいはいはい、美容師も結構人数かき絞らないといけないんで、はい、美容師の人が言ってたのは、美容師もなんか他の隣接州に比べると、はい、カリフォルニア州やたらむずいらしいんです。そうなん、やたら来るから。じゃあちょっと次の問題、論文ね、ちょっとやってみましょう。難しいんです、はい、普通にでも英単語の勉強になるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、じゃあ次は論文の問題。はい、論文の問題ちょっとさっきお伝えしますと、さらに科目が増えて、はい、13科目ぐらいあるんですよ。確実に出ないマイナー科目も論文に出てくるんで、はいはいはい、13科目から毎年ガチャで5科目選ばれて、分かんないんですね。分かんないんですよ、まあ、一応予想が出てて、それが重いのが当たるんで、はいはいはい、まあ、3問ぐらいはみんな予想当たるんですけど、はいはい、まあ、残り2問ぐらいはまあガチャで、数学とかでも、はい、この数三 C のここは出ないとか、はいはいはい、日本史でもここは捨てるみたいな、はい、そんな感じで捨ててるやつが出たりするっていうそういうやつなんです。え、これとこれを足す。そうですね、 MB はこの7から200問が出て、はい、ここで何点っていうのがつくんですよね、はい、点が、はい、エッセイはこれ、そう、これとこれを足した8と何足して15っていう数え方もあるし、まあ、あのエビデンスについては、あの、あ、かぶる、そうですね、連邦しかないんですけど、はい、MB は、はいはい、でカリフォルニアのも出るから、なるほど、これは普通くっつけて書くんで、全部で13って言われる。なるほど、被るやつをやると13。そう、13科目をひたすら勉強して、まあ、今から解いてもらうような問題を見て理解して、一生懸命英語で回答を書くので1時間。これがねきついんですよ。全部合わせて1時間、で1時間やって休み、1時間やって休みで、1日がかりでまた試験を受けるんですけど、でその中でも今回、あの不法行為法っていうやつの中から、不法行為法、はい、僕が一番最初に受けた時に出てきて、はい、意味わからなくてニヤニヤしてただけの問題を持ってきましたんで、はい、Dan, a dog breeder、はい、トップブリーダーとかってね、昔の CM ありましたね、ありましたね、うん、Had some 8-week-old puppies to sell、 売るんだ子犬たち。 Bob and Carol went to his house to look at them。あ、買いに来たのかな、まあ、ボブとキャロが来たと。動物屋さんですね、うん、Dan invited them into the living room where the puppies were located and said, whatever you do, don't go into the room at the end of the hall。 廊下の一番端っこのとこの部屋だけは開けるな。そう、何この怪しい。いきなり怪しい伏線をバーン出してるっていう。怪しいや。絶対開けてはいけない箱みたいな話が出てくるんですけど。そうですね、開けちゃいけないとか、あとツールの恩返しみたいな、ね、そうね。As they were examining the puppies, puppy 見てる時に、the largest puppy, without warning, gave Carol a nasty bite on her hand. あ、かぶって噛んだわけですね。そうですね、うん。Then told Bob to go to the bathroom near the end of the hall to retrieve some bandages. あ、バンデージを持ってこいと。まあ、バンデージ包帯。Retrieve、この取りに行くって、これ、あの辞書引いても知らない人いっぱいいます。日本の英和辞典だとわかんないですけど、トイックとかだと出てきますので、これ取りに行くっていうので。で、forgetting Dan's earlier admonition を、忠告ですね、アドモニッション。一段落で忘れてますからね、もう。早い。Bob opened the door at the end of the hall. 開けちゃったの。いきなり開ける。Thinking it was the bathroom, バスルームだと思って、and entered a darkened room, 暗くされてる部屋。Where Dan kept an enormous pet chimpanzee. あ、チンパンジー飼ってたんですね。まさかの。The chimpanzee jumped between Bob and the door. あ、飛んできた。Beat its chest. こうやって開けたんですね。And made menacing hoots. Hoots! あ、チンパンジーにも言うんだ。フクロウによく使う表現ですね。の鳴き声によく使いますね。フッ、メナシングですから、もう脅威っていうか、もう怯えさせるような、うん、威嚇しまくっとるですね、うん、スターウォーズにありますね、ファントムメナスっていうのがありますから、うんうん、はい、あれです。で、Frightened Bob stood still、 もうじっとしてたわけですね、動けなかった。はい、このスティール形容詞のスティールです。いつかまだじゃないぞ、じっとしてるです。役立ちますねこれ、英語の勉強に。バスルームにね、包帯取りに行ったはずなんですけどね、チンパンジーがチンパンジーに威嚇されるっていう、もう2段落目でもう急展開っていう問題なんですけども。In attending to Carol's bite. Oh, attend to 治療するはね、これね、入試はほぼ出ません。これ難しいですね。入試出ません。はい。
で、Dan mistakenly grabbed a bottle of heavy duty solvent. ソーベントが出てきちゃうんですか？ソーブは溶かすって意味がありますかね、うん、で、エントはするものなんで溶かすもの、その溶剤みたいな、なんか溶剤ですね、なんでしょうね。で、thinking it was a bottle of antiseptic. おい殺菌そんなことある？そうですね、アンティセプティックも入手じゃ出ないですね。これ日常で出てくるだけありますが、殺菌するものだと思ったわけですね。消毒液か、そうです、消毒液と間違えた、マキロンと間違えて化学溶剤をっていう話です。すごいですね、ぶっ飛んでますね。で、when Dan rubbed its contents into Carol's wound、 はい、傷にこう、ラブっていうのはこういうことですね、塗り込んだのですね、マキロンと思ってるから、うん、やば。 She began to scream and shout in pain。 そりゃそうでしょ、ギャーってなりますね。 The hearing Carol's cries, Bob barged past the chimpanzee, which gave him a deep gash to his head as he passed。 すごい難しい表現、barge into とかで進むとか で、 そうです、で、deep gash、 何かしらぶったたいたんですかね、そうですね、チンパンジーがぶったたいたってことですね。 deep gash って言ってるから、こんなのも全然わかんないですね。 he passed ですね、通り抜けるときですね、うん、頭殴られてますね。 shaken and sore from their injuries、 there って言ってるから、2人と背負いの2人が出会うんですよ、ここでBob and Carol fled the dance house. 逃げてったわけですね。だからフリーの過去形ですけど、ぐわーってなってて、痛い痛い痛いってなってて、わーって逃げてったってことですけど、なんだこのストーリー。そうそうそう。これをまあ初めての試験で見て、はい、何これと思って。はい、普通、過去問とかだと、もうちょっとありそうな事案が多いんですよ。はいはいはい、映画館でなんかあの横のやつがうるさくてとか、チケット買ったのに釣りが間違っててとか、はいはいはい、あるあるじゃないですか。うん、これとかなんか、いきなり犬に噛まれて、マキロンと間違って謎の溶剤に塗り込まれて、ね、キエーってシャウトしてる一方で、入っちゃいけない部屋に入ってチンパンジーに殴られて血まみれのやつが出会って脱走するみたいな。それでその時の D さんですね。Bob and Carol filed a lawsuit against Dan。 ダンを訴えたわけですか。です、ね、まあ、チンパンジー訴えられないですもんね。パピーも訴えられないですもんね。こいつらの飼い主というか、でどうなるかっていうのが一番に。To recover for their injuries。 はい、なるほどね。まあ、キャロルが問い1で、ボブが問い2、はい、ダンバカだろうっていうのもあるし、ボブバカだろうっていうのもあるし、いや、それおっしゃる通りで、これだからめっちゃ難しくて、まあまあ事案自体もちょっとよう分からんのですけど、うん、まあ、パピーが噛むのはしょうがないと、うん、ちっちゃい子犬やし、うん、でもチンパンジーはやばいから、うん、まあ、それで噛んだらその D の責任でしょみたいな話があるんですけど、うん、まあ、一方で最初の方でそこの扉は絶対開けるみたいなこと言ってるじゃないですか。なのに忘れとるやつもおかしいと、うん、ということで、まあ、なんかそこら辺を書くわけ。なるほど。 What claims may Carol reasonably raise against Dan? Dan に対して What arguments may Dan reasonably make? And what is the likely outcomeDiscuss。 なるほど、ね、どんな請求ができるかってことと結論どうなりそうですかで議論せよなんで、こっちはこういうけどあっちはこういう、ダン側も言うことですからね、これね。だからキャロル側はもう間違いなく塗られてますからね、ヘビーデューティー、意味不明やないかっていう主張をして、これはまあ間違いなく言えるでしょうし、まあ、パピーに関してはねちょっと言いづらいと思いますけど、だパピーに噛まれたのはしょうがないと、うん、だけど傷口に謎の溶剤塗り込んだことはおかしいっていうような、まあ、主張にしようなと。で、ダンはそれに対して、ダンむずくないですか、これで自分を守るの。ダンね、むずいですね。まあ今回は C と B がいるので、まあ違いを出せばいいので、うん、キャロルに対してはあんま言うことないんやけど、うん、みたいな話です、ね、まあ一応 C って言うと無理筋な主張として、ダンはこのパピーを買いに来た時点でパピーに噛まれたり、その後傷口のなんか手当てを見せることはもう分かってたみたいな、なるほど、そんなことも言ってみて、でもちろんそんなわけないやんって自分の答案で書くんですけど、なるほどなるほど、まあそういう試行錯誤を、ね、する問題。 What claims may Bob reasonably raise against them? これむずいですね。 The What arguments may Dan reasonably make? And what is the likely outcome? チンパンジーにやられたって言うけど、いやいやいや入るなって言ってたじゃんってことですね。そうなんですね。だからまあボブとしては入るなって言われても忘れるやんみたいな、はいはいはい、あと部屋間違うこともあるやん、うん、だから鍵かけるとか、はいはいはい、あとそもそもチンパンジーをつないどくとか、そうですね、なんか人呼ぶ以上それくらいやっとけやっていう主張をして、まあ、D としては多分チンパンジー自体は扉開けれない設定だとさすがに思うんで、うん、まあ、言ったらそこ入るなって言えばもう十分だみたいな、まあ、やり取りをして、なるほど、最初から言っててもよかったわけですからね、チンパンジーいるから。そうそうそう、チンパンジーいるからっていう時はまだちょっと変わったかもしれないですけど、うん、絶対入らないでくださいみたいな、押すなよ押すなよみたいな、そしたら押せって意味だと思っちゃうし、入っちゃいけないのって入ったら本当にダメだったっていうパターン、うん、まあ日本語だったらねそういうこともいろいろ書けるんですけど、英語だと本当中学生英語になるんで、はい、この廊下の The End of the Hall って言ってるっていうのもね、そうそうそう、そこがバスルームだと思っちゃうじゃないかって、ね、そうそうそう、言えるわけですね。それでどう書いたんですか。いや僕これ記念受験っていうか、もうほんまに全然できてないで、はい、見てニヤニヤしてた。これで、なんか模範解答とか出されるんですか。ありがとうございます、出てます、出てます、模範解答めちゃくちゃ長いですよ。模範解答我々日本人は絶対書けないんですけど、はい、これは実際に出された答案の中で
優秀なやつがカリフォルニアのページに載るんですけど、はい、こっから始まって7-8枚あるんですよ。すげえ。1時間ですよ。ボブ vs ダンとか、あ、V って書いてる。イギリス方式。あ、判例とかを引用するときは全部。へえ、V なんですね、うんうん。ということで今回はですね、小室さんと戦うっていうことなんですが、トイック満点講師は、めんどくさい。でも英語すぐ読めてましたよね。やっぱそれすごいなと思って。まあ、確かに、慣れますからね。確かにそうです。これ辞書引けないです。引けない、引けないです、もちろん。うん、いや、これは受験レベルじゃないですからね。やっぱこのガッシュとかバージとか、やっぱ普段の生活、本読んでてとかですもんね、知ったのは。だから全部推測ですね。なんかチンパンジーと揉めたっぽいくらいしか分かんなかったんですけど、はい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 、まあでも答案はそれで書けるんで。いや、すごいと思いましたね。はい、そんな感じで。あ、井上先生のチャンネルも。あ、そうですね、ぜひ、カリフォルニアの司法試験受け続けてるんで、ぜひ応援してもらえればと思います。はい、腕は本物ですから。そうそう、日本の方はできますんで。あとは英語なんで、英語はね、はい、勉強させてもらいます。はい、ぜひ見てください。はい、井上先生、おいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。